さて暦の上では冬となり冷え込みが厳しくなる中、これからの食卓で人気なのが鍋料理です。岡山県北の津山市のご当地鍋がこの度大手コンビニエンスストアで販売されることになりました。スープの中いっぱいにあふれ出した牛肉のうまみ、津山市の郷土料理そずり鍋。古くから愛されるこの鍋を地域以外でも手軽に味わってもらおうとセブンイレブンが商品を開発しました。牛の骨周りから削り取ったうまみの強い肉を使うため、そぎ落とすの方言からそずり鍋と呼ばれています。こんなに美味しい鍋があるんだ、だったらこれをこの当地区ではこの冬やろう。昨日津山市で完成報告会が行われ、谷口市長らが商品を試食しました。美味しいです。本物です。ありがとうございます。そずり肉の他に白菜やごぼうなど8種類の具材が使われていて、津山市観光協会などと何度も試食を重ね納得のいく味にたどり着いたといいます。お肉の食感とあとスープの美味しさ、ここを楽しんでいただけるとすごくいいなと思います。ぜひこの味を知っていただいてですね、美味しいなというふうに感じていただいてですね、よしじゃあ津山の地を訪ねてみようというきっかけになればなというふうに思っています。商品は今月14日から岡山県と四国4県のセブンイレブンおよそ680店舗で販売されるということです。